はい、どうも、こんにちは、サンタです。今日は、サンタチャンネルからのお知らせ、ということでやっていきます。サンタチャンネル。はい、僕のチャンネルでは最近ね、普通の動画は、金曜日、そして YouTube ショート、水曜日と土曜日に、上げてきました。で、先週ね、ちょっと個人的な諸事情で、その動画を上げることができなくて、すいませんでした。っていうのもね、ちょっとどうしても、外せない、ちょっと用事があって、動画作ることできなくて、ちょっとね、上げることができなくて、本当に申し訳ないんですけど、基本的には、水、金、土と、この3つの日に、動画何かしら上げる予定なので、このタイミングでお知らせしておこうかなということです。まあ、そのね、ちょっと諸事情があって、もともと予定していた福岡旅行が、キャンセルになってしまって、まあ、一緒にね、行く予定だった友達とかもね、ちょっと予定キャンセルしてしまって、すごく申し訳ないなっていうところがありました。で、ホテルとかも予約取ってたから、なんていうかな、車椅子で泊まりで行くってなると、そのバリアフリーのホテルを取らないといけないので、まあ、そのバリアフリーのホテルを探すのがすんごい大変でね、10件以上電話したかな。まあ、僕とね、奥さんで出かけるってなったら、まあ、別にある程度その問題ないところだったら泊まれるんですけど、まあ、車椅子同士で行くってなったら、まあ、バリアフリールームの部屋が大体必要になってくるので、まあ、それを探して、いろいろ予定を組んでいくって感じなんですけどね。まあ、ちょっとね、そういうのもキャンセルになってしまい、すごくね、申し訳ないなっていう気持ちがあるんですけど、まあ、どうしてもね、やむを得ないっていう状況だったので、はい、キャンセルになりました。もともと予定していた、神戸、韓国、福岡、まあ、福岡はキャンセルになっちゃったんですけど、神戸の方は無事、干潮の事情を作りに行けたし、あと、韓国ですね。先週行ってきたので、めちゃくちゃ良かったですね、韓国。ここにね、韓国のお金、ウォンがあるんですけど、これ1000ウォンなんですけど、1000ウォンは日本円で、89円か。まあ、大体、日本円かける10円が、違う、韓国のウォンかける10円が日本円っていうことで、まあ、今ね、1ウォンが11円ぐらいなんで、だいたいそれぐらいですね。これやったら89円。1万ウォン。1万ウォンだったら890円かな。まあ、なんで、韓国行った時にね、感覚がいつもの10倍になるから、なんかね、すんげえ金使ってるなと思うかもしれないけど、全然ね、そんなことなく、はい。めっちゃね、なんかあるんですけど、金持ちに見えるかもしれないですけど、これ多分足しても2000円にもならないですね。まだあるんですけどね。はい、こんな感じで韓国行ってきました。韓国の動画めっちゃ撮ってあるんで、また何本かに分けて、投稿するんで、見てほしいなって思います。まあまあ、まだちょっとね、韓国の話は別でするんですけど、韓国は思ってる20倍良かったので、またね、行きたいなっていうところでした。暑さもね、まあ暑いけど、湿度がないから、まあ結構カラッとしてて、僕的には好きな気候でした。で、日本に帰ってきて、今ね、今日が何日だ？21か2かな。今日月曜日です。月曜日なんですけど、昨日の日曜日、福井めっちゃ暑かったですね。34度5度ぐらい。ちょうど2時ぐらいに僕、外コンビニに車椅子こぎに行ったんですけど、めちゃくちゃ暑かったですね。びっくりするぐらい暑くて、もう、あかんなーぐらいの暑さでした。
まあ、でそれでもね霧吹きかけたりとか、あとはまあびしょびしょにして外出たりとかして、なんとかしのいで、いてました。まあこれからね、暑い夏が来るので、まあ、僕の好きなシーズンということで、めちゃくちゃね外こぎまくって、体力つけて、そして秋に体力が余っているという状況で、今年を過ごせたらなっていう感じです。はい、日焼けもちょっとしてるでしょ腕まくるとめっちゃわかるんですよね。こんな感じで結構日焼けしてて、まあ、車椅子でねタンクトップとか着たらねやべえやつやなと思うかもしれないんで、あんまタンクトップは着ないんですけど、まあまあこんな感じで日焼けもしてます。はい、先週動画出せなくてごめんなさいっていう、説明と、まあこれからのねサンタチャンネル、動画頻度は、まあ大体ね水金土と、この3つ YouTube2 つ、YouTube ショート2つと通常の動画1つ、まあ、それプラスアルファで、まあ、なんか緊急で出せたりとか、まあ、そういう風にやっていくので、そのタイミングで見てもらえたらなと思います。投稿時間は18時からになっているので、まあ、その曜日の、その時間チェックしてみてください。水金土の18時からです。はい、よろしくお願いします。メンバーシップの方では、まあ、不定期に投稿していくし、またね韓国のお土産とかもあるので、まあ、そちらの方を、プレゼントしていきたいなって感じでやっていきます。はい、ということで今日はね、こんな感じの内容の動画なんですけど、今からねこのパソコンモニターを設置しないといけないのと、あといろいろやらないといけないことがたくさんあるので、そういうのをこまごまやっていこうかなって感じです。これめっちゃでかいでしょ。多分ねこれ今斜めになって見えてるからそんなでかくないけど、こうやって手伸ばしたらでかいの分かります？僕の手結構長い方なんですけど27インチです。買いました、仕事用に。ということで、こんな感じでこれからもやっていくのでよろしくお願いします。まあ、よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。マサロン。どうですか？はい、いい感じです。見せられてるかな。あー暑いね。これこの時期に来てうろうろすると、結構長袖が暑いけどいい感じです。これこの帽子合ってる？合ってる。メキシコの人みたいな